南安城駅は愛知県安城市安城町的場にある名古屋鉄道西尾線の駅である。駅番号は GN02。名鉄の駅では安城市中心部に最も近い駅で西尾線の全列車が停車する。安城学園高校、安城生活福祉高等専修学校の最寄り駅であり、朝夕は高校生で賑わう。終日有人駅であったが、2007年、駅集中管理システムにより、無人化された。6両編成対応の相対式2面2線ホームを持つ、高架駅。改札と多機能トイレは1階にあり、トイレは中2階にある。バリアフリー化に伴い、駅構内部分が1階まで拡張された。長らく、バリアフリー非対応であったが、2019年3月にエレベーター新設。ホームのかさ上げが実施され、待合室も改築された。分岐器はスプリングポイントで、列車は必ず左側通行となる。現在、標準ダイヤでは急行と普通がすれ違う。吉良吉田行きは遅れることも多く、その際はすれ違う普通新安城行きにも影響が出る。近年の1日平均乗降人員は、下表の通り。2007年に無人化されたが、その後利用者は伸び続け、有人の桜井駅よりも利用者は多い。しかし、差が縮まっている。西側にロータリーがあり、北西の JR 安城駅方面に向かって歩道にアーケードが設けられた商店街が伸びている。一方、南には愛知県道48号岡崎刈谷線が通っている。ありがとうございます。